今度オペラシティで坂本龍一さんの曲をたくさん一緒に聴くわけだけど、ね、うん、やっぱり僕はその坂本さんがね、やっぱ他にいるその偉大なクラシックの音楽家たちと同じように、ね、たくさんの人が自分のそのプログラムの坂本さんの曲を取り入れていけるような、まあ、そういうきっかけになるようなコンサートになればいいなと思ってる。頑張ろう。よし。頑張ろう。